どうもこんにちは。よろしくお願いします。さあ、8月19日日曜日、時刻は13時を回りました、はい、東京東北情報バラエティ東北ワクワク情報局の始まりです。よろしくお願いします。さあ、なんでも今、うん、秋田の高校がすごいらしい、はい、おー、すごいらしいですね。にぎわってますね。金足農業高校っていうのがね、なんか今すごいベスト4ぐらいまで行ってるんだよね、うん、すごい頑張ってるんです。そうそうそう。で、なんかすごいのけぞって校歌を歌うのがなんか有名なんでしょ。みんなで、ね、関係のない人たちもあの校歌覚えたいってすごいにぎわってますもんね、なんか今 iTunes ランキングでだいぶ上の方に来てる。聞いたことないな。校歌ってないのかな、そういうのね。やったらいいよね。やったらいいよね。よかったらね、うん、で、あの子たちは、ね、もう本当県内の子たちで、うんうん、なんか、あ、そうなんだ。その他方から寄せ集めてとかじゃなくて、ね、じゃなくてもうやってんのってすごいらしいね。強かったの、もともと。あ、結構強い。金の、金、かなのか。だから、まださ、最近の話題だから全然ついていなくてさ。かなのね。仙台育英は1回戦で負けちゃったからね。あ、今年だったの？確か1回戦。うん、いいね、なんか8月っぽいね、始まりがね。話題が。いいですね。全然高校野球なんて見ないんだけどさ。全然見ない。うん、岩手は花巻、うん、花巻東だね、はい。なぜかね、うん、スポーツって東ってつくとこ強いよね。あれ、そう？そう、なんか強いイメージある。あ、そう。漫画でも、うん、野球漫画とかサッカー漫画とかでも、大体東ってつくとこって強豪校なの。イメージなのかしら？なんなんだろうね、あれね。わかるよって方は、コメントをお待ちしております。それいるの？はい。いや、ほら、一応コメント機能ありますよっていうのを伝えるためにもね。ああ、なるほど、なるほど。長い前振りだったわけですね。そういうことです。はい、もちろんでございます。さすがでございます。さあ、そんなさすがの MC を務めておりますは、宮城県多賀城市出身のピン芸人、アガインチョクです。よろしくお願いします。そして、岩手県広野町出身のリップがお届けします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆様からのメッセージを受け付けております。宛先はこちら、senju@cwave.jp、 senju@cwave.jp までコメント機能があるということでしたので、はい、番組終了の14時まで受け付けておりますので、どしどしご応募ください。お願いします、はい、なぜ東が強いのか、ね、コメントで教えていただければ。これ1時間いや、もちろんそれはやっぱり ね、東北の東ですから。無理やりもうクレーム来ます、クレーム。なんたってこの情報番組はですね、東北6県の一言もの、はい、紹介する60分のトーク生番組でございます、はい、そしてこの番組ではですね、音送りというものもね、裏テーマに掲げておりますので、はい、音送りっていうのはね、人からいただいたものをその人にお返しするのではなく、その他に誰かに渡して、そう、音をどんどん巡らせていこうというですね、うん、そんな情報局がですね、この音でつながるサードプレイスでいたいということで共感していただける方はね、うん、はい、ぜひとも、コメントでですね、東の理由について送っていただければと思います。どうしてもそこどうしても知りたいですね。音送りで思い出したけどね、うんうん、僕も最近はい、人からいただいた誕生日プレゼント、うん、ちょっと違うなと思って、その、うん、誰かに渡した下に出したというかね、なんかね、それも音送りの一つで、音送りですか ね、うん、ひどいな。そう、でも誰か他の喜ぶ誰かがいるならね、うん、いるならね。だからメルカリもそうでしょ。そういうシステムなの。自分のいらないを誰かが欲しがってるかもしれないっていう元にね、あれを作られてますから。最近甲子園の砂も売られてるらしいですよね。あ、そう、だ問題になってるらしいですよ。そう、うん、良くないね。あんま、まあね、でもメルカリの理念にはちゃんとね、音送りだったのね、あれはね。だからもしかしたら球児とかでもさ、うん、ノリでやってる子もいるでしょ。別になんだけどなーって、砂は。あ、砂、そう。なんかみんなやってる中、自分こうやってんのもなんか違うかなー。一応やっとくかみたいな。一応やっとくかー。そんなことでも砂いらねえよなーってなってさ。記念記念。もしかしたらあれかもしれないからね。うんうん、どうですか、この夏お盆を過ぎまして。お盆はですね、今私ちょっとだけ鼻声なんですけども、はい、もういろいろと軽く風邪をひいたりとか、はい、実家に3日間帰ったんですけど、ずっと寝てばっかりのお盆でしたね。あ、寝正月、あ、寝盆でしたね。はい、寝盆でした、寝盆。はい、もう特に何もしなかったけど、13日が結婚記念日だったんで。ああ、そうですか。ありがとうございます。そうだそうだ。あんまり、ね、番組ではオペラにしてないですけど。あんまり、まあまあ、女性ファンのね、あれがあるからね。雨があるからね。一応ワーキャーでやっておりますんで。ありがとうございます。だから、まあ、2周年。2周年経ちました。だから、まあ、
これから3周年目っていうことで、うん、そうですね、解禁ですね。何が何、ね、3年目のやつですよ。あ、3年目の何がし解禁でございます。ありがとうございます。のびのびやります。水を得たなんちゃらみたいになってる。ありがとうございます。さあというわけでですね、さあそんな話はさておき、はい、いろいろ今回もコンテンツをね、はい、いろいろ用意しておりますので、まずはですね、赤坂 D 坂根のですね、はい、夏休み報告。というわけで坂根どうぞ。はい、いらっしゃい。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。夏休み何やってたんだい？夏休み青森に帰ってました。お、帰ってました。青森出身ですので。青森出身ですので帰ってまして、はい、ちょっとですね、まあ、私出身は十和田市というところなんですけれども、うん、まあその十和田市の、まあ、反対側といいますか、地図で見たら左側の津軽地方をちょっと、うん、はい、旅してきまして、はい、その模様をちょっと皆さんにご覧いただこうかなと思って出てまいりました。はい、いいですね、はい、今日はなんかスライドがあるということで、あります、はい、お願いします。やっぱりね、生きた人間のレポっていうのをこう、ね、しっかりと、ね、生きてますよ。そうね、はい、ということでワクワク夏休みということで、うん、あのこの辺りに行ってきました。広い広いよ、だいぶ行ったね。この辺りに行ってきました。だいぶ行ったね。ほぼ台風の進路図だよ。そうだねこの辺来ますよ、直撃のね。実際台風のその、うん、弱くなったやつが来た次の日ぐらいに、うん、あの行って、一昨日から行ってたんですけど、うん、あのもう日本海濁流まみれで茶色いっていう、あ、そう、天気がすごくて、でちょうど明けたぐらいに行ったんですけど、あのちょっと私が行ったところは大丈夫だったんですけど、あのじゃあ次ちょっと行ってもらっていいですかね。はいはい、はい、お、まずこ これね、はい、あの深浦町というところ、うん、青い、はい、にあの青池っていうところがありまして、あの白神山地の麓にあるんですけれども、あの水がなぜか青く見えるっていう不思議なところ、うんうんうん、でしてここ行ってきました。深度9メートル、そんな深くはない、ね、そうです、そんな深くないです、うん、で次の写真行っていただくともうちょっと青いのが見えるかな、うん、こんな感じで、はい、確かに青いね、うん、あの中の方のこう木々がこうなんていうんですかね、根を張ってるのもこうよく透けて見えるっていうの で、青い理由がなんかまだ解明されてない、うん、あれそうなのみたいな、解明され始めたのかな。でもなんか調査チームが入ってたりはするんですけど、なんか詳しい理由がまだちゃんと分かってないっていうようなところで、でこれもうちょっと天気が良くて日が高いともっとこう青く見えるっていう、うんうんうん、あ、なるほどね、その物理、はい、あの光の当たりが、ね、明るい青になるんですよね、これがね、はい、これは何、どういう意見なの、何がきっかけでできたとかあるの。いや、火山活動とかなんかそうですね、山のふもとにまあ湖がたくさんあって、うん、なんでこうここ自体は湧いてる水なので、あ、そうなん、湧き水なんだ、下から湧いてる水なんです。あ、じゃあ流れてきてない、流れてきてるわけじゃないです。なるほど、独立してるんだね。はい、はい、そうです。あ、じゃあ随分澄んだ池なんだね、はい、うん、でなんかそれ理由がちょっとわからないっていうところで、こんなに青いの海、海、ね、お次行ってるから、ああ、次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 、びっくりした、次です、次、これ海、びっくりしたこれあの隣の鰺ヶ沢町っていうところにある千畳敷海岸っていうところなんですけれども、まあ、ここ波でこう岩が削られて、うん、こう岩が畳のようにこうまっすぐにずっとつながってるっていうところで、ここも景勝地みたいな感じで結構観光スポット、うん、これは干潮時満潮時、これは干潮時ですね、まだ満潮の時はもうちょっとこう水が来る、じゃ結構遠浅な感じなのかな。そうですね、へえ、もう一枚ちょっとあるかな、あります、もう一枚ちょっと行ってもらっていいですか。でこういう感じで、でも結構こう台風というかその天気が荒れた後だったので結構波がこう強かったんですね。で行くとちょっと危なかったので、あんま奥まで行かなかったんですけど、うん、ここでしょ、だってあの東方の最初の画像撮られた場所ありそうありそう確かにね、ありそうありそう、ザバーンってやつね、その結構波高くて、まあ、ここは違いますけど、うん、こう海ギリギリ走ってたりすると、うん、もう波が車にかかってくるぐらい結構こう、うん、こういうふうに波が高くて、天気晴れててもね、波は影響ありますからね。そうなんです、なんでその時行かなかったの、直撃にこんなヘルメットかぶってこんなにやらないですよ、ね、死にたくないです、そんなこと。これお昼ご飯なんですけど、あの深浦町とかあの日本海側って、うん、マグロが実はこっちも有名で、ね、青森といえばあの、ね、大間のマグロなんですけど、まあね、あの実はその大間のマグロってその上の方に来る前にこの深浦とかそっちの日本海側を通ってくるっていうので、うんうん、まあ、同じようなマグロが取れるっていうので、うん、結構有名になってきてるんですけど、でこれ町ぐるみで、うん、あの最近こう作ってる
あの深浦マグロステーキ丼っていうものでして、マグロ、まあ、お刺身とあと串、串に刺してますけど、これもお刺身で食べれるぐらいのやつで、うん、これはこう生でお醤油つけて食べたりとか、うん、あとなんかこうちょっとステーキソースっぽいものもついてるので、こうちょっと表面だけ炙って、うん、半生の状態でこう揚げて食べる。このご飯3種は何？これなんかいろいろ、長芋が乗ってたりとか、あと錦糸卵が乗ったりとか、鰹節が乗ったりとか、それぞれこう焼き目もこう片側だけ半分焼いて食べてみてくださいとか、両面ちょっと結構焼いて食べてみてくださいとか、それに合わせてこうご飯をちょっと小盛りで3種類つけてくれるっていうのなんですけど、超贅沢、美味しかったです。もうマグロがもうたまらないっす。で今日、うん、それが聞いて、ない。お腹すいたね。ちょっとマグロはね、お腹すいたな。お土産で持ってこいってことある。はい。で、じゃあちょっとその次行ってみましょうか。はい。はい、次がですね、あのちょっと鶴田町っていうのは、ちょっと内側の内陸の上の方に入ってくるんですけど、はい、あのこちら鶴の舞橋っていう木造でできた橋で、見たことある。はい。あの JR 東日本さん あのデスティネーションキャンペーンとかの、あのポスターで吉永小百合さんがこう一緒に写ってたので結構有名になった橋なんですけど、あの元々丹頂鶴とかがこう飛来してくるような。あ、そうなんだ。まあ、それとはまあ鶴田町っていうのをかけて鶴の舞橋っていうような名前になってるみたいですね。綺麗ですよ。でちょっと次行ってもらって、渡った、ここは渡りました。だってで橋の上からこう見た景色なんですけど、ボートも漕いで、そうです、こうボート漕いで、こうなんかね、結構大きいんだね。その大きいです、湖自体、はい、結構大きいところで、あのこんな感じですね。はい。で次行ったんですけど、これ次の日朝です。朝からちょっと贅沢をしようかというところで、今度青森市に入ってます。で青森市の、魚菜センターっていうところがあって、ここでこ のっけ丼っていう、あの魚介類をもう好きなものを買って乗せれるっていうのをやってまして、大きい看板が出てますね、はい、次行ってもらうと、ここが元祖なんだ。そうです、ここが始まりってなんか言われてるみたいですね。で、あのこういうふうに海産物いろんなものを、あの食券を先に買うんですけど、食券と引き換えでいろいろ載せてくれるっていうのをやっていて、え、食券はいくら？食券はですね、10枚つづりのやつが1300円。10枚で1300円でした。はい。あと1枚あたり130円と考えて、ね、うん、そうですね、うん。あとちょっと6枚つづりとか あのちょっと少なめのものも売ってるんですけど、で次行ってもらって、まあ、次もこういう感じで。いいね。マグロもなんかお店によっては中トロ、大トロとかもこう、おいしそう、用意してくれてるところがあって、いくらもあるし、はい。大トロ3枚。そうです、やっぱ大トロって高いですね、うん、でこういうふうにあのお店の人がこう頼むと乗っけてくれるっていう、はい、ご飯はついてくるの？ご飯は、食券1枚で1枚、はい、なるほどね、買います。で次行ってもらって出来上がったのがこういう感じ。いいですね、はい、マグロ魚バージョンね。マグロ、マグロ、うん、タイ、ハマチ、ハマチみたいな、いいね。朝から食べてきて、でもこれで1000円、これと味噌汁とセットにしても1000円しませんでした。へえ、だいぶお得に食べられます。お味噌汁も一応食券、そうです、食券でなんかエビのお味噌汁とか、あ、選べんだ、はい、あのあら汁とかいろいろ選ぶ、チヂミ貝の味噌汁とかいろいろ選べ、すごいこう贅沢に朝から食べます。あの駅から近いとこなんで行ってみていただければ。はい。でこれ、これはあの最後、あのねぶた今年、うんうん、はい、あ、ですか、市長賞を取ったねぶら、ねぶたなんですけれども、青森市の駅前にワラッセっていうこのねぶたのミュージアムがあって、うん、そこにも今ねぶた終わったんですけど、賞を取ったねぶたがそれぞれ展示をされてます。でこれは市長賞を取った、うん、北村麻子さんっていうあの女性のねぶた師さんが一人だけ、そう、今いらっしゃるんですけど、その方が、作ったもので、題材がすごいな、迫力。なんか中国の歴史小説に水巨伝っていうのがあるんですけど、そのに出てくるキャラクターをこうちょっとイメージして作ったものみたいな。これ、ねぶたって8月頭ぐらいだ。はい、2日からかな、2日からやってまして、それがもう優勝作品はすぐに展示され、優勝作品は全部、はい、ほぼ入ってるかなっていうところですね。で毎回、毎年そう、毎年入れ替わりします。でこれが今回の、まあ、ねぶた大賞って、まあ、要は1位みたいなものなんですけど、うん、でこれが、岩木川 の津軽にいた、お侍さん その伝説をイメージして作ったものらしくて、はい、あの岩木川がこう濁流飲まれた時にこうその濁流止めようとしたら竜が出てきてその濁流を救ったっていうなんか
伝説があるみたい でそれをこう題材にして作ったねぶたみたいなんですけど、2人は2人、うん、龍が止めたんでしょ、脇の2人は、龍が来る前に戦ってたんで誰と濁流と濁流と止めるためにいろいろこう尽力されたで、2人が喧嘩してたのって喧嘩してられて争ってなかった、そうです、うんですね、そういう感じのものとかいっぱい展示がされてあって、はい、あのすごく楽しんで来れたなっていう、はい、だってこの水の描写をさ、水を立体にするっていう発想がね、またねすごいですよ ね柱とかにして、ここの施設自体は無料、有料です、はい、600円ぐらいとかでか、あの入れるんですけど、基本はそのねぶたミュージアム的な感じで、そうです、あの前半はこうねぶたの歴史とか、あとこうそういうこうねぶたの名人みたいな人が何名かいらっしゃるので、うん、その人たちのこう過去の作品が見れたりとか、うん、した後に最後に今年の受賞の作品が出てくるっていうような感じになってるんですけど、行ったことないな、もうぜひ、あの青森駅から近いので、うん、あのさっきのっけどのところも、あのこのわらせも徒歩5分、6分ぐらいで行けるところ、うん、どっちもそうなので、ぜひ行ってみてください。で、なんと今日その優勝作品がここに来てない。ちょっとさすがに持ってくるの大変かなっていうかね。ちょっとさすがに来てるじゃん、担げないですね。はい。で、お土産を買ってきました。ありがとうございます。来ましたが、ですね、ちょっと見えるかな。これ、ニンニクコーヒー。ニンニクコーヒー。これ初めましてなんですけど、ちょっと言ってる意味がわからない。ニンニク 100% のコーヒーです。それはニンニクだよ。なんかニンニクをこう、うん、あの電気の熱い釜とかに入れてずっとこう焦げるまでこう焼いて、ね、ローストして、うん、で中もこう低温でしっかり火を通して、でそれをこう細かく砕いて乾かしたものらしいです。で、あのまあもちろんノンカフェインなので、ちょっとカフェインとあの取らないようにしなきゃいけない人とか、ね、あと妊婦さんとかに、うん、ぜひ食べてほしい、あ、飲んでほしいっていうので、うん、あの作られてるみたいなんですけど、これ普通に売ってるんですか？これあの売ってました、A ファクトリーさんっていう、うんうん、青森駅の近くにあるちょっとおしゃれなあのお土産物屋さんがあるんですけど、うん、A ファクトリーさんで売ってましたし、あ、ちょっと待って、もうすごい、え、匂い、うん、分かんなかった、鼻が詰まってて、あ、すごい、本当だ、すごい、これさ、あの、これただのニンニク。そうです、あのよくさ、あのタッコとかで売ってる黒ニンニク食べる、うん、ね、あれとはまた違うんでしょうね、製法が。まあそうですね、ただほぼほぼ似たような感じで、ニンニク、まあ、細かくこうローストしてあっ て, っていう、すっごい匂い、すごいね、これ大丈夫、ね、この後、うん、一応みんなで飲めば怖くない、そう、一応あの飲んだ後ニンニク口臭ありませんって書いてあるので、大丈夫だけ、だいぶすごいぞ、だいぶすごいですよね、うん、ちゃんとコーヒーのパックと一緒、いっぱいいっぱいドリップできるようなパックに入ってまして、うん、で一応あのこれ5個入りで1296円なんですけど、うんうんうん、ネットとかでも、あ、ネットとかっていうか問い合わせ、うん、このテクノ焙煎工房さんっていうところに直接問い合わせをすると、うんうん、とりあえず1杯にしようか、いっぱいにします、ね、ドキドキするからね、ドキドキするからね、ドキドキしますね、すっごい匂いよ、超ニンニク、ニンニクでしかないです、今のところ、ニンニク、ただのニンニク、ね、何がコーヒーなんだよって、で今お湯を注いだけですよね、これね、はい、ちゃんと普通ここ一応ね、色はコーヒーなんですね、色コーヒーだね、うん、皆さん飲まして、あー、もうお湯注ぐと、またすごい、すごいニンニク、え、届、そっちまで届いてます、来てる？あ、じゃあそこまでは来るんだ。それ大丈夫？体臭じゃなくて？誰のだ？違う。すごいね。ちょっと今のうちちょっとコメント読んで。あ、結構来てますね、コメント。チンダル現象って何？チンダル現象っていうコメント来たんだけど。え、どういうこと？何に対してのアンサーですかこれ？青い海？青い海？ああ、あの、ああ、青い池？のこと。あ、まあ、チンダル現象っていう。っていうのが、あ、あ。じゃあそういうものだっていうふうに言われてる感じなんですかね。あ、チンダル現象だったのね、あれ。え、わかんない。わかんない、わかんない。ピンときたのがすごいんだけど、どういうこと？チンダルか。ああ、チン、本当に？この木のチンだったから。あ、来ました、届きました。やっぱ、入れるとね、入れるとちょっと半分ずつしますね。うん。
すっごい真っ黒、コーヒーとそっくり見た目。まあほぼ、はい、ほぼっていうか、まあ見た目はコーヒーだよね。はい。ネスカフェさん、こんな商品出してる。出しません。出しません。無関係です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 。テクノ焙煎工房、ね。はい。うん、じゃいただきます。これニンニクラーメンの匂いだ。でもすごい、そうスープの匂い、あのスープの匂い、ニンニクチップのあの匂いにかなり近いですね。すごい。初めて。飲んだ後にちょっと甘みが。あでも確かにその焙煎感、焙煎香はあるの。うん、でも。ニンニクでもね、香ばしい、あのそのまま食べるのとやっぱりあの黒ニンニク食べるニンニクとは違う。違う、うん、うん、香ばしい、ローストの味がちゃんとする。そうなんですよ。でもこう、私コーヒーをよく飲むんですけど、うん、コーヒーとしてもしかしたら飲めるかもしれない、私は。いや、どうだろうな。これアイスにしたらどうなんだね。あアイスきついかな。あ、でも匂いは抑えられそうですよね。抑えるかもしれない、もしかしたらね。そのまあ、あったかいとやっぱり飛んで香りは、ミルクとかと混ぜるともしかしたらまた変わるかもしれないですけど、あと逆の発想でもう塩とか入れちゃう、もうスープにしちゃう。あー、そう、スープにしても美味しいかもしれない、うん、なんかスープの隠し味とかで、うん、このコーヒーのコクとニンニクの香りとついていいのかもしれないね。これあのローストのニンニクの味はしますけど、あの味付け的な調味料的な味は一切しないので、うん、そうです、あのすごく自然なんですよ。原材料名にニンニク青森県産としか書いてないので、やっぱりだって全然ニンニクだけですだよね。カレーの隠し味とかにいいかも。ああいいかも、いいかも、いいかも、いいかも。これちょうどいい。どうしよう、ま、でも普通にさ、いろいろにどっか行ってお客さんとしてこれ出てきたらちょっとびっくりするよね。ね、店員さん呼びますよね。びっくりですよね。どうしたのって言って。いやー、でも面白い味、これ新しい、うん、初めて出会いましたこれ、はい。あとはこの後の自分のコンディションがどうなってるか、ね、ちょっと実体実験、実験していただいて、はい、ちょっと置きましょう。次のゲストにちょっと聞いてみよう。あ、そうですね。どうですかって、ぜひあのどうなってる、今どんな顔してみてなるほどね、美味しい、はい、これはネット通販とかでも買えるのかな。このテクノ焙煎工房さんに直接問い合わせをするか、うんうん、まあ、もしくは青森県内だとその A ファクトリーさんで取り扱いがあるので、うんうん、なるほど、ちょっとあの問い合わせするか、まあ、青森行ってみたついでに買ってみるか、はい、していただければなと思います。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。はい、坂根の夏休み報告でした。ありがとうございます。さあ、じゃあ続きましてね、はい、ゲストの方がいらっしゃいますので、はい、呼び込みましょうかね。今日はまた下のね、プエドバルで、プエドバルで、はい、また食のイベントも合わせてやるということなので、はい、この後14時からですね、はい、来てるお客さんとか交えて交流会という形でやるんですけど、はい、今回そのイベントシェフをね、うん、お呼びして、そのイベントでどんなものが出されるのかというのをちょっとお伺いしてみましょう、はい、というわけで、本日のイベントシェフ小林シェフと丹野シェフ、どうぞ。どうぞ。はい、よろしくお願いします。あれ、こんにちは。なんか魚ねが縮んできたみたいな。色合いがね、一緒だった。どうぞどうぞ。あれ、うん、ミニマム魚ねです。はい、本日の主婦ですね。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ軽く自己紹介の方。はい。はい、どうぞ。はい。小林です。普段は食品の販売の会社に勤めながらこう。まあ、そういう情報とかがいっぱい集まってくるので、まあ、そういうのを使いながらみんなでそれをシェアしようということで出張料理、出張バーベキューといろいろやってます、この番組ももともと前身の青森りんごテレビの時からお世話になってまして、まあ、そのつながりで今日は来ました。その時からずっとこの3周年 T シャツを、ね、毎回来てくるね、4周年が出てこないんですよ。5周年も出てこないんですよ。そ, う、そんな、ね、更新はしていけないからね。T シャツね。そうなんです。なるほどね、はい、まあ、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、はい、丹野シェフ、ニックネームタンタン。はい、タンタン。タンタン。いくつかこちらで CWEB とか番組出させていただいてるんですけど、主に私も料理を通して料理家として活動、イベントの活動をしていて、自分でもともと東北の支援活動や、あと母の実家が宮城なので、まあ、そういう東北のつながりがありまして、東北が大好きということでこのイベントで毎回料理を担当させていただいてました。はい、はい、毎回だもんね。はい、そうですね。で、今回が6回目そうですねということで、今まではその各県の料理だったけど、はい、今回はもう全部ひっくるめたっていう形ひっくるめてやっちゃいましょうってことで、うん、おいいじゃないですか。いい、ね、どういうのが出るんですか今日は。今日そうですね、前菜で、うん、先ほど出た坂根の、うん、実家の方のお家で野菜を入手しまして、うん、きゅうり
で、シンプルにやっぱ漬物で、夏なので、はい、夏のキュウリの一本漬けじゃないんですけど、いいね、漬物で食べていただきたいのと、あとトウモロコシですね、すっごい甘いんですよ、いいね、トウモロコシ、はい、最初の一杯で冷製ポタージュで食べていただきたいなと、ポタージュ、最高。あとすごい立派なトマトが届いたんですけど、うん、そのトマトをシンプルに切って出すので、冷え冷えのキンキンの冷たいのを食べていただきたいなと思ってますね、うん、はい、あとは、はい、気仙沼ホルモンですね。僕は焼き場の方を担当するので、ホルモン、気仙沼のソウルフードって、はい、そうですね、うん、この間気仙沼でマグロ漁船も乗ってきたので、え、はい、なんか悪いことしたちょっと最近みたいなカニ漁船乗せられた的な、まあ、大丈夫かなですね。であとは遠野の、岩手県遠野の文化であるジンギスカン、おお、そうそう、これですね、うちのかみさんが遠野、はい、そうですよね、そうそうか、カッパですね。であとは笹かまを焼いたりですとか、あとは最後デザートで、うん、なんだっけ、福島の桃をご用意してます。なるほど、はい、でちなみにこのコーヒーは食後に、いや、飲みたい方いれば確かにそうだね、すっごい濃く香りしますね、やっぱり、やっぱそう、やっぱりそうなんだ、いや、すごいですよこれ振りまいてるみたいですちょっと飲んだやつでいい、いや、これラーメンにすごいいいなと思って、そうそうそう、ね、でも香りもそのものなので、うん、ね、もういい、なんかそのまんまや、ね、誤解を生みそうな、いやいやいや、言葉に出ないほどの美味しさってことですね、うん、そんな感じで、はい、あと今日お酒もね準備してるということなんで、そうですね、じゃあやりますけども、はい、なんか最近の日本酒小難しいな読み方が、叙空って読んだ、うん、ブバレなんかあのいっぱい美味しいお酒あります。一か所略。英語だなかフランスなのかよくわかんないけど、なんかそういうの読めないからさ。もうでも、仕込みの方は大丈夫ですか。はい、大丈夫です、ね、はい。じゃあもう今日は14時、この番組終わってからすぐ入れるという形ですね。はい。飲んで食べて、お腹いっぱいにして。じゃあぜひともね、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと食べたいな、興味あるなって方はね、14時に駆けつけていただければ、はい、飛び入り参加も大丈夫。はい、大丈夫、OK です。はい、こちらの方もよろしくお願いします。はい。じゃあ、本日はこの後もね、小林シェフと田野シェフ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では皆さんも興味ある方はチェックしてください。はい、というわけで、ここでお知らせです。どうぞ。小野浩平と申します。27歳になります。静岡県の伊東市に、勤務してもう7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入ってきて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は、僕は1年生を、そっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。ハッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんか全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わってみたい。はい、というわけで、お知らせを挟みまして、これ後半戦です。よろしくお願いします。さ
あというわけですけども、はい、後半戦はですね、いろいろ中継がつながっているということなので、はい、通例のように、はい、なんだ映像は今ね、ガヤガヤと来ておりますけども、はい、なんでも今、本日ですね、うん、秋田県、太平山ロックフェスティバルという音楽イベント、はい、ロックフェスですね、はい、ロックフェス開催されているということで、はい、先日この番組を出ていただきました、うん、ノードエレクトロさんがですね、はい、そのイベントに参加されているということなので、そっちにちょっと中継をつなげているんですけども、もしもーし、もしもーし、あ、もしもし、 お声届いてますでしょうか。聞こえてます。はい、こちら、もう本当に乗ってますか。あ、乗ってます。はい、乗ってますよ。はい、今ですね、はい、秋田県秋田市の、はい、太平山ロックフェスティバルというのに来てます。はい、はい、というか、あなたは誰なんですか。ノードエレクトロをやってました。はい、で33バンド、まあ、秋田県のバンドが中心なんですけども、はい、出演、アマチュア最大のロックフェスティバルを、言われてますが、本当はどっかは知りません。はい。いいんですよ、それで。よろしくお願いします。はい。はい。で、今、ちょっと。お世話になりました。はい、主催者の藤井さんっていう人が、流すな、流す。どっか言っちゃったんで、来ました。あ、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくビンビンです。はい、よろしくビンビン。藤井さん、ビンビンですね。よろしくビンビンです。はい、この方が、ひょこって乙女です。違う。飲んでんのかな、これ。おさずかな、ローカルな笑いが ね、今ね、うん、もしもーし、もしもーし、声届いてねえのかな、これ。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こちら東北ワク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 。はい、それでまあ、なんでこのイベントをやるようになったかっていうのを、はい、説明してもらいましょう。あ、すいません、あ、番組仕切ってすいません。あ、いえいえ、もう、あの、お任せします。おばちゃんのアーティストが、ロックフェスに出たいって、それだけです。なるほど。おー、シンプル。からの、はい、今日は何バンドぐらい出るんですか。今日は31ですね。はい、はい、ノードエレクトロは秋田県のバンドじゃないんですけど、そうですね、はい、勝手に押しかけてきました。よろしくお願いします。そんなのは秋田出身なんです。花足道具はありません。まあ、今旬だからね。こんなノリなんですけど、大丈夫でしょうか。あ、だって大丈夫です。はい。心が広い。ちょっと遅れてますけど、質問に答えますけど、クエスチョンタイム。はい、ありがとうございます。まず、このイベントは、あれ、急に音が、もしもし、もしもし、はい、聞こえますけど大丈夫ですか。はい、このイベントって何回目なんですか。聞こえます。はい、な、な、聞こえますか。何回目なんですか。聞こえます。聞こえてますよ、こっちは。藤井さん、このイベント6回目。6回目 4回目ね。はい、なるほど。後ろなんかいますね。4回目、なるほど。4回目。うんうん、急になんか音が。4回目。後ろの人のせいって何。そういうこと。電波がね、電波がちょっとね、阻害されて。なるほど。もう午後になりましたけど、あと何バンドぐらい残ってるんですか、ステージは。もう4しか言わない人になっちゃった。4しか言わなくなっちゃった。これは大丈夫かな。これは難しいな。止まっちゃった。あら、止まっちゃった。あら、ね、今年で4回目ということでね。で、残すところ4バンドだよ。4ゾロいでね。ゾロ目ですけども。やっぱ日曜日だからね、早く帰りたいからね。土曜日だったらね、遅くまでやってますけどね。巻いて残り4バンドなんですかね。はい、スタジオに戻ってきましたね。はい、戻ってきました。詳しく聞きたかったな。でもね、一回リハーサルで、はい、外回っていただいたんですけど、うん、音がね、とにかくすごい盛り上がってて、うん、おしゃれな音楽もかかってたので、そうそう、
っぱり、ね、あの出店とかもいっぱいあってね、うんうんうん、本当にフェスって感じなんですね、ザ・お祭り、ね、あとは、うん、ディレクターがちょっとどうにかアフターケアをしていただければはい、はい、もうこっちはこのような状況になってしまいましたので、ね、まあ、でもあの賑やかさはもう十分伝わりました。何も賑やかさっていうかもう、うん、主催がもうね、ね、おどけな人なんでいい感じでしたね、だいぶおだった感じでしたけどもねまあ楽しいイベントなんでしょう、はい、ね、我こそは出てみたいぞというアマチュアバンドの方もね、ぜひとも出れるんでしょうね、まだ4回目ってことなので、そう、多分まあ何らかの審査はあるんでしょうけどもね、うんうんうん、興味ある方はぜひともね、うん、出ていただきたいと思いますね。なんか楽しそうだった、年齢層もね、うん、幅広いんでしょうし、きっとリップさんも、うん、もしよかったらね、いいんですか、いいです、どうぞいいんですか、いいですよ、もう楽しそう、賑やかそうで、やっぱいいですね、ちゃんとそういう、うん、いろんなとこであるんだよね、うん、ロックフェスってね、ね、あの、うん、規模の大小はあるんでしょうけど、そう、大小はあ、うん、特に東北はのその夏が短いもんで、うん、パッと花を咲いて、あ、そして、次の通知が繋がります、次繋がります、スカイプね、もう一つ繋がってます、はい、今度は湯沢 D ですね、はい、湯沢 D の見たね、まあまあ、ちょっと待って、もう見たねの時間です、湯沢、はい、湯沢 D、頭皮が見えてます、はい、あ、見たねの時間、来ましたね、映ってますか、映ってますよ、すごい天気、リプさん、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、はい、年取ったと、はい、今あの、お祭りに来てるそうで、そうです、あの、三谷町の、はい、森竹温泉祭っていうのが今日今やってるので、森竹温泉祭、うんうん、はい、森竹温泉のところの近くの総三郎沼公園っていうところ、おうおうおう、おお、なるほど、なんか、はい、その様子をちょっとお伝えしようと思います、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、まずはですね、はい、こちら、この似顔絵描いてくれるところがあるんですよ、似顔絵屋さん、こういうのもやってんだ、へぇ、そう、やっぱトランプさんという方がですね、今、似顔絵描いてますよ、秋田って似顔絵の発祥地だよね、ワンちゃんが違うみたいですね、あ、ワンちゃんも一緒に似顔絵描いてくれる、あ、おーい、あ、すごい、あ、うちわに描いてくれるんだね、あ、かわいい、これね、似顔絵、僕も描いてもらいました、はい、あ、そう、おお、おお、上手、あ、じゃあもうそのか、それで隠して、うちわで顔を記念になるね、そっちの方がいい、そうそう、これ撮ってもらいました、書いてもらいました、それはおいくらで書いてくれるの、これね、ただなんですよ、そうそうそう、無料で書いてくれていいんだ、すごいすごいな、お祭りならではだから大事なとこ聞こえねえな笑うだけっていう、大事なとこはね、途切れ途切れになっちゃうんだよね、あー、残念残念なんかね、ユザで後ろにステージが見えるけど、今は音楽やってないのかな、今音楽やってないんですよ、おで、今日なんと6時から、お6時から、有名な岡本真由さんの無料コンサートがあるので、おお最後まで喋ろ、最後まで、あで、それでですね、今日はい流し純菜っていうのやってるんですよ、流し純菜、流しそうめんの純菜みたいな、うまく噛めるの、ぬるぬるしてる、そうやってるんですけど、そんな問題があって、はい、ちょっとできなくなっちゃったので、なんでそういろんな問題があってなんでヘラヘラしてるの岡本真央さんが純菜嫌いとかあるかな、これ、見えるのかな、うん、なんか、あ、見えてます、見えてます、純菜スライダーみたいな、はい、はい、ありますね、スライダー、ちゃんと立派、そう、これね、純菜スライダー、これ流すんですよ、はい、でも中止になっちゃった、そうそうそう、はい、いろんな、本当はやりたかったんですけど、はい、ちょっと時間が合わなくなって、あら、なるほどね、なかったんで、これね、純菜、はい、あ、いいですね、見た目といえば純菜です、秋田の、これも売ってるの、ここの、ね、森竹っていうところはすごい純菜が有名なんですよ、なるほど、はいはい、あ、なのでこれでみんなで楽しんでます、お、それも売ってるの、出店で、出店で売ってないんじゃないですかね、どこで入手してきたそれそんな、その辺に入ってるもんじゃないでしょどっからどっからじってきたのよ、用意してもらったのね、用意してもらった、用意してもらった、なるほどね、
流す予定だったのかな。流す予定だったんですけど、うん、ちょっとダメでしたね。しょうがない。今はじゃあ周りではあの出店が出てる。そう、出店いっぱい出てるんですよ。うん、なんかそのそこの町ならではの、はい、秋田ならではの出店とかある？あ、すごい。赤井さん、いいことをおっしゃっていただけましたね。お今からね、そこを移動しますよ。はい。あの、ババヘラがあった。あ、ババヘラね。ババヘラアイス、うん。ちょっと映してもいいですかね。あれ、ババヘラが見えますかね。はい、懐かしい。お母さん。ババヘラが映ってますよ。この色合いだね。200円で。はい、200円で売ってますので。ババヘラといえばさ、あの、バラ盛りでしょ。はい、そう、バラの種類もあって、うん、バラの種類バラの種類がありますババラゼロ終わっちゃった。あれ、終わり、ババヘラ終わり。あ、そっか、終わりね。みんなお酒飲んでる。こちらです、こちら。はいはい。あの、こちら、三種巻きというもので。三種巻き、はい、三種巻きっていうのがあるんですよ。見して、うん、はい、三種巻きっていうのがあって、はい、はい、三種巻きを作ってる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あの、ものが見たいんだが。白神アワビタケっていう。え、アワビタケ。知ってる。白神アワビタケもこの豚肉もどっちも見たい。あ、全部見たれっぽいの。豚肉巻いてあるの。豚肉の巻きってことか。はい。ああ、いいね。アワビタケはこう豚肉で巻いてるって。いいじゃん、いいじゃん。美味しそう。それ一口おいくら？1本300円。1本300円じゃん。それを食べながらお酒飲みながらみたいな感じでね。そうですね、うん、いいじゃないですか。もうグビグビいけます。だって手元にビール映ってるもん。映ってる。もうご主人が飲んじゃってるもん。飲んでるもん。ノンアルですよ。ノンアルか。お仕事中だから。仕事中だから徹底してるね。徹底してる。プロだ。ちゃんと炭火でやってるんですね。テレビでちゃんとやってますよ。うん、いいじゃないの。美味しそう。今日は出店は何時まで出てるんですかね。7時ぐらいじゃないですかね。そうだな。結構あのライブが6時からっていうのもあってね、結構夜遅くまでやるんだなと思って。そう、ね、うん、遅くまでやるんですよ。うんうん、いいですね。で、ライブが7時からだ。あ、7時から。あ、もっと遅いんだ。でしたね。うん、うん。それでですね、はい、このタイムスケジュール見えますか。おお、ちょっとね、細かい字までは見えないけど。あ、なんとなく見えてきた。はい、なんとなく見えてきた。あ、2時から純菜温度。はい、この純菜温度になんか僕が出るんですよ。おお、はい、一生懸命練習したので、はい、純菜純菜温度ってどんな感じなの。はい、ね、純菜温度ちょっと、ちょっと見に来てもらわないと。そうだよな、そうなるよな。今スマホ持ってるからね、自分で踊れないよね。そうなんですよ。じゃあ一応さ、そのこの後、うん、花火とか太鼓もあるんですよ。あ、そうなんだ。花火いいな。いいね。あ、ちょっとその後これ、うん、熊本まゆさんの違う、ほら、女性のワープで撮るんじゃないよ。誰だよ。もっと誰だよ。なんだ、うえって。お前酒飲んでんだろ。いろんなね、催し物やってるんですよ。うん、ね、何だったんだよ、今のは。それが聞きたいの、そう。でも、ずいぶん広い公園ですね。公園って言ってるの？広い公園なんですよ。もう走ったって、もう全然。おー、すごいすごい。そのまま家帰れ。お前なんだ、 TikTok やってんじゃねえの。SNS みたいな。これあと何分やっていいですか。もう切りたいです。もうお腹いっぱいです。今日最終回ということで、はい、皆さんありがとうございました。お別れの挨拶みたいになっちゃってる。なんだろう、見てる人とかね、会場にいる人には特に何も言ってなかったんですけど、急に最終回を。そうなんですか。まあまあいいですけど、一応まあ現状の体制としてはね、またリニューアルでね、やるんで。はい。お別れってことは何？次もう出ないの？出ますよ。出んのかい。出んのかい。じゃあいいだろう。なんだお前。楽しそう。でも楽しそうだね。うん、あ、楽しいです。三種町ぜひ来てください。もう三種町で友達できた。友達、うん、あ、結構
できました。おお、よかったじゃん。お祭りでも会う？お祭りありますよ。うん、あるっていうか、その会う？お祭りでその友達とかといっぱいいっぱい急に下手くそになった。なかなかね、やり取りがね、はい、なるほどね。じゃあ、あの一応またあの次回に紹介できるかもしれないから、はい、なんか写真とか動画とか一応収めておいて。そうそうそう、そうなんですよ。たくさん撮っといてくださいね。あと5分時間あったらできたんですけど。ああ、もうないです、ないです。もうない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 。全然ない。ない、ない、うん。じゃあ、あの、純粋温度とか、うん、VTR にね、はい、入れてもらえたらね。はい、そうそうそう。そうね、純粋温度見たい。見たいからね。うん。よろしくお願いしますね。あ、お願いします。はい。はい。じゃあ、これからのレポートよろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。残り楽しんでください。ユザディでした。はい、ユザディの三谷の時間でした。ね、はしゃいでた ね、 ね、わんぱく坊主でしたね。なかなかこのスタジオでは見せない笑顔が見えましたね。よかったよかった。走っちゃってね。彼には彼の居場所があったんだね。ラブ見たね。あったね、うん、あったね。彼が捕まった際はあれがニュースで流れた。流れるんでしょうね。 やっぱあいつ元からやべえやつだったんだ。やべえやつだったからね。なるんでしょうね。はい、さあ、これからもね、湯沢 D の見た目のね、ちょっとレポートをね、はい、楽しみにしていただけたらと思います。はい、さあ、そして、最後のコーナーは、はい、ディレクターとですね、夏の思い出を語ろうという感じでございます。というわけで、ディレクターの皆さんどうぞ。お疲れ様でございます。いらっしゃいませ。もうね、早いもんで、ね、後半戦ですよ。はい、あら、金子。まずリップクリームが。ああ、そうです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、トークワクワク上局統括ディレクターのカネゴンです。よろしくお願いします。はい、同じくディレクターの里由香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんで私も一応ね、一応ねディレクターの忘れちゃった。自分の名前忘れちゃった。自分の名前忘れんの。なんて呼ばれてたっけ。アミです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そしてさかね。はい、さかねです。はい、よろしくお願いします。さあ、皆さんもね、この夏思い思いのね時間を過ごしたと思いますけども、やはり東北に帰ったよっていう方もいらっしゃいますので、はい、どういった夏を過ごしたのかちょっと皆さんに発表していただきたいと思います。はい、じゃあどうしよう。まず、じゃあ金子さんから行く。僕からですか。うん、行こうか。まあ、僕はあの皆さんご存知の通り東京出身の東京育ちなもんで、帰るところはここなんですけれども、ですね、お盆、まあまあお盆は普通にお盆のお休みを、まあ、会社として取ったんですけど、はい、その前の週に、うん、まあ、東北の、あの特に三陸の方は七夕、旧七夕の時に、はい、七夕、ね、仙台のが一番有名だと思うんですけど、うん、ね、それのまああの僕よいつも、まあ、学生時代からお世話になってる大船渡でも七夕があったので、なるほど、8月の7、8と お盆の前に連休を取っていいね、はい、それに行ってきたので、岩手県の大船渡。そうですね、散々ぱら僕がここで七夕のお祭りは面白いぞっていう面白さをちょっと動画に収めてきたので、見たい、はい、まずちょっとそれをご覧いただければなと思います。動画撮ってきてくれた。やっぱ仙台の七夕が一番有名ですね。そうですね、ニュースでもやるし、6、7、8とね、うん、200万人ぐらい来るんですよ。これは岩手県の大船渡市の七夕ということで。そうですね、私も初めて見ます。これ特徴としてはやっぱこの出汁ですよね。そうですね、よいよいどっていう掛け声で出汁を引っ張るんですよね。あんまり仙台ではこの出汁っていうのはないから、うんうん、竹飾りがやっぱり有名ですね。そうだね、引き流しとかそういうやつね。あ、ほら、今年の優勝作品が混ぜちゃった。青森がすげえじゃん、だってあれ、出汁の後ろにさ、太鼓でもうマッドマックスじゃん。本当にそう、本当にそう。でも、言っちゃなんだけど、この商店街っていうんですか、道がすごい狭いところを、うん、ギリギリ通っていくところがね、またね、全部で9町会あって、全部出してるんですよね。あ、七夕っぽい。これを竹をどかしながら出汁が走る時は、そう、あの今一番先でどかしてるのが僕なんですけど、カネゴンがあのなんか竹槍みたいので竹をね、避けて竹槍みたいな急にヤンキーみたいな、そうそう、つついてちゃんと、これ上は電線は通ってるんですか。上でこれもうギリギリの通ってるギリギリのところ、あ、横幅も上もギリギリなんだ。たまに自分たち伏せないと電線に引っかかるみたいな。あ、そんなギリギリ、うん、
ちょっとその絵ないの？その絵だよ。でこれすれ違う、すれ違うと思うんですね。ちょっと緊張するね。いいね、これ西だったら喧嘩みこしになってるよ。すぐぶつけ合うから。東京だって東北って本当穏やかですよね。穏やかだよね、本当ね。お囃子もゆっくりだし。うん、もう上と下の下で引っ張ってる舵取りの人と連携取りながらやってもらえてくれない。これは僕の友達の。あら、乗ってくれて、笛吹いてる人だね。笛吹いてる、こんな感じの七夕なんですよね。初めて見た。これはもうずっと前からこういう形でやってるの？あ、もうずっと前から、江戸時代とかからあるってとか確か、はい、その時から電線避けながら、その電線通ってたかどうかわかんないけど、どうなったのかわかんないですけどね。そんなお祭りです。待って、コメント欄に見た目からしか来て、あいつなんか暇なの？寂しいかな。これも大船渡も一応678ですね。6が前夜祭で、7が今の本祭で、短い期間なんだね、もう本当に、そう、でも準備、もうゴールデンウィーク明けたら準備してる感じですよね、絵描かなきゃいけないんで、あれ全部手書きなんですけど、うん、あそう、あれは何、そのメインの会場みたいなのはあるの？あそこ通ってたのが、まあ、メインストリートっていうか、ね、まあ、あそこも通ってくだけですね、そのお店がどっかにあったりとかは、なんだろう、メインストリートから入ったところの側道っつうのかな、あの出店、あんまりその邪魔にならないところ、ね、そう、あの出し通るところには何も置けないので、そうだよ ね、 だよね、もういっぱいいっぱいだもんね、ギリギリだった。そうで、あのお祭りのいいところはもう初めて行ってもう参加させてもらえる、もうあの端っこの方で見てろとかじゃなくて、もうあの竹よけもさせてもらえるし、笛とかはちょっと吹けないとね、まあ、あれじゃない、まあ、ね、でも教えてはくれたりするので、もう誰でもウェルカムで、まあ、やっぱりその人手不足もあるのかな、そこはね、もうひしひしと感じるところで、浴衣の女性も前で引っ張ってたりしますよね、練り歩いて、子供たちがいないとあれ引っ張る人がいなくて結構大変、ね、そうだよね、確かに、ね、少子化を、自由参加ってことはさ、みんな自由にもういなくなる、そう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 、逆に言えばね、そういうことだよね、同じタイミングでやーめたってなって、ね、ね、進まなくなっちゃうしね、今まで見たことはないですね、同時にやめたのなかった、なんで、なんで、みんな大人なんでしょうね、なるほど、じゃあ毎年変わらず67、67で、日付固定なんです、ね、そうですね、じゃあ興味ある方はね、6、7、ね、休みを取っていただければ、はい、ぜひぜひ毎年やってますんでね、はい、ありがとうございます。はい、そして次がゆかちゃん、はい、はいはいはい、私もちょっと東北に行ってきまして、まあ、出身は秋田なんですけど、今回は、秋田と青森と、あと途中道中で山形にも寄ってきました。はい、いっぱい行ったね、はい、でちょっと写真があるのでお願いします、あ、この間あの出てもらった山形の小山農園さんの、はいはいはい、頭通じ合ってる、そうなんですよ、そう、一緒にあのさくらんぼのかぶり物かぶって、あの先月かラフランスジュースいただいたと思うんですけど、それをちょっともうすごい私が気に入ってしまったので、すごい美味しかった、はい、もう親に買っていきました、で、あの親に紹介したちゃんと、そうね、あの写真で、つながり合ってるわけです、公開でつながってますからね、でも初めてお会いしてすごいもう優しくて、ね、お顔に出てますよね、これで厳しかったらやだよ、ね、確かにね、もう本当いっぱい買ってきたかったんです、はい。確かに、はい、で次お願いします、い、はい、でこれがあの何月かな、4月か5月ぐらいに、あのクランズっていう、はいはいはい、あの秋田県の八峰町にできた秘密基地のところなんですけど、そこにちょうど完成してオープン前日に行ってきました、すごいおしゃれじゃん、はい、そうなんです、で一番右がさっきの湯沢 D で、ね、で一番左が局長の上村さんですね、はい、でその隣の左から2番目の方があのクランズの主の方で、オーナーの方です、はい、でここにお邪魔してきました、もうなんかすごいおしゃれで、海とかも見えるし、一応宿泊施設とか、ね、そうですそうです、大人の秘密基地っていうコンセプトで、なんか泊まるところとかも本当子供部屋みたいな、かくれんぼできたりしそうなところで、ワクワクしそう、そう、お風呂から海が見えたりして、もうすごい、すごい綺麗でした、はい、で次の写真が、あ、これサンドクラフトです、はい、それこれ三種町です、三種町のサンドクラフトに行ってきて、
でこれがそうなんですよ、もう写真だとあんまちょっと私が目立ちすぎてあれなんですけど自己現状砂で作ればね、砂で自分も作っとけば、そうちょっと私が作った風に撮ってみましたでもあの本当に大きいんですよ、高さどの5メートルはないかな、3メートル、2メートルぐらい、あでも結構いや本当にもう砂で作られたとは思えないぐらいのリアルな動物たちで、多分これが優勝作品だったような気がします、ね、なんかあの罪を犯した動物たちが砂に固められたみたいなことではなくてそういうコンセプトだったのかな、なんかあの今回今年は多分動物園っていうコンセプトで皆さん作っていて、であの優勝作品が決まるみたいなコンテストになってて、確かこれが優勝だったと思います。なるほど、はい、砂像ってやっぱり、ね、あの普通の木とかと違ってその場で作るじゃないですか、はい、あそうですね、これで屋根なくて大丈夫なの？あなんかガチガチにしてあるのです、ああやっぱ加工がしてあるんだ、はい、なんか多分今でも VO5 みたいな、ね、なんかあるんだろうね混ぜてね、そう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 、ケープみたいな、で次の写真が最後なんですが、さっきあの魚ねからえなんか被ってるの、そう雨だったんですよ今年、ああそういうことか、そう髪が破けちゃう、そう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 、でも、ね、あそうか本当の髪だからだ、はい、でももうねぶった祭りに行ってきた、行ってきました、もうちゃんと、あ、はい、あ左から2番目の、うん、左か2番目、うん、あ違いますスタッフのせいです、はい、似合うねゆかちゃん、ありがとうございます、そうでこれで跳ねてきていいね、掛け声がラッセララッセラなんですけど、うん、最初に言ってくれる方がラッセララッセラって言ったらもうみんな言わなきゃいけないんですよ、うん、煽られたら絶対言って跳ねなきゃいけなくて、コールアンドレスポンスみたいな、ね、そうですそうです、そうです、もうすごい楽しかったんですけど、次の日とかあのその日のうちからもう筋肉痛が激しかったですもう絶対これも参加した方が楽しいお祭りですって言いますね、ねぶたはね、はい、一応行ってみたいんだけど ね、 そうですね、意外に東北同士って行かないそうですね、ニュース見ちゃってるから、私も初めて行きました、やっぱりあのねぶた、うん、これずっと電気ついてないんですよ最初始まる前、うん、でつけた瞬間なの、うん、わーっていう感じがもう、わーすごそう、本当に圧巻な感じでした、感動しちゃうね、そんな楽しかったです、はい、という夏休みでした、普通に楽しいことしてきた、ちゃんと夏休み、うん、満喫してる、うん、ね、もうさらに大好きになりました東北が、うんうん、いいコメント残しやがってそしてなんとフィニッシュちょうどいい、アミちゃんが、アミちゃんちゃん、ちょ何にもないなかったんだ、もう休みまだなんで、あそうか、ね、これからね、ここ家作るからね、ゆかちさっきさちらっとあの山形通ってきたって言った、はい、山形では、はいはいはい、何かやってきた、山形では特に降りたりはしてないんですけど、うん、ちょうどあの道中で小沢さん、うん、そういえば山形だと思って連絡して、うん、急にだったんですけど、あ そこでそうなんですよ、だからこの番組に出てもらった人たちもこうやってつながりできて寄っていけるのってすごい楽しいなと思います、ね、すごいね、うんうん、ちょっと寄り道みたいな、はい、ちゃんと番組をいい感じにね、コメントが上手に正しい方向に持っていってくれるさあ、そんなこの番組なんですけども、うん、はいはい、先ほどもねちょっとちらっと言いましたけども、誰か言われてしまった現行の形では一旦、おしまいにしまして、ね、また、次回リニューアルという形で今後続けていくという形なんですけども、そうですね、特にまだ概要としては、まあちょっとね内緒という形でねまだねお伝えできないことが多々あるんですけども、楽しみ、一応時間は変わらずに、うん、そうですね、まあ、うん、1時からという形にはしてますので、うん、ただ今まで通り第3日曜だと、うん、第2か第 3, 第, 3、ね、第3日曜日だと僕は来月はちょっとお仕事の都合で出られないんですけどね、わかりました、そうなんです、あら、なんとここで知らされる、ここで調整しました、ちょっと待ってください、2ヶ月前から言ってた言ってた言ってた、聞いてましたね、聞いてました聞いてました、覚えとけよ、言ってたよ、まあ、だからね、もしかしたらリニューアルのタイミングで僕はうっすらフェードアウトって言ったら、嘘でしょ、僕は出たいですよ、出たいですけども、番組側からねもしかしたらねそうなるかもしれないなっていうのはありますけど、でもまあ一応どうなの、
まあ、でもフェイスブックのページもありますし、まあ、そうだね、そうですね、まあ、9月頭ぐらいからにはちゃんと情報公開できるようにしますので、はい、そちらの方ぜひともよろしくお願いいたします、はい、さあというわけであっという間の1時間でございました、はい、まあ、この東北ワクワク情報局という名前は一旦ね、うん、区切りをつけさせていただきますけども、はい、まあ、これからも今後東北のことをね、どん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 発信していきますので、うん、お会いしていきましょう、はい、リニューアル番組の方もよろしくお願いいたします、うん、はい、します、はい、最後何か言い残すことはありますか、はい、ない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 みたいだ。この後はみんなで下で飲みます。来れるよって方は来てください。はい、というわけでありがとうございました。東北ワクワク情報局でした。リニューアル番組をよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと待って、これ飲むの忘れてた。最後のコンビニビール飲もうぜ、飲もうぜ、せっかくだから。